MU90 インパクトはフランスとイタリアで共同開発された水上管制や航空機搭載用の対潜水艦誘導魚雷。フランスとイタリアで1980年代に別々に進められていた対戦魚雷開発を統合して開発された。フランスではトムソン・シントラノで1989年にムーレナが始まり、イタリアでは A244 を置き換えるための A290 として知られる計画が始まった。1990年に合流して1993年にユーロトロップの設立とともに作業は完了した。生産はアレニア、シーステミーサベクウェイ、DCN インターナショナル、タレスグループなどの合弁企業ユーロトロップ社で行われている。対潜水艦船において、 アメリカ製のマーク46では能力が不足しており、同様に単魚雷防御のために MU90 ハードキルも設計された。近代的な仕様のマーク46魚雷、具体的にはマーク50やマーク54に対してどの程度の性能であるかは明確ではない。前から見た MU90 後ろから見た MU90MU90 はその多くの機能の中で、 着底した小型潜水艦や、無境塗装や様々なおとりを含む現在、または感知された脅威に対して対抗する能力がある。同様に400ノット以上の発射速度が可能で、高速飛行中の哨戒機から投下したり、ロケット式発射装置から投射できる。電気式、ポンプジェットにより、潜水艦に位置を悟られず静かに進み、または時速50キロメートル以上の速度でダッシュする。 従来の弾頭では浅瀬においては効果が減少したが、成形作薬弾頭により、ソビエトの二重体圧核を含む、いかなる基地の潜水艦の船体も貫通する。日本の97式艦魚雷やアメリカのマーク50、バラクーダと同様に、深々度、高速力、潜水艦の複核式体圧船核に対応できるように、ポンプジェット推進を呼び、 成形作薬弾頭を採用している。水上艦船のマーク32単魚雷発射艦、バーイミーニー Q のミラス対戦ミサイルの弾頭、NFH90 やオータムウィンター101などのヘリコプター、アトランティック対戦哨戒機などで運用されている。ありがとうございます。